ちは、カジコでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ、200キロ超えの本マグロってことでね。それではこちらをさばいていく。はい、ありがとうございました。本日の食材がこちら、本マグロっていうことでね。こちらのマグロなんですけど、1月にあげたこの動画で購入した230キロオーバーの天然の本マグロでございます。ものすごい脂もあって美味しかったです。ちょっとこのてっぺんとここが削れてるじゃないですか。ここいただきました。トロの部分も赤身の部分も最高でしたね。ちなみにこれがね、ワンブロック7万円しました。その日の名古屋市場に入った一番いいマグロなんですって。そんな最高級のマグロを使って、こちら熟成マグロを作っていきたいと思います。よく聞かないですか、この熟成マグロっていうワード。脂の強いお魚を熟成させて旨味を最大限に引き上げて食べるという食べ方ですね。もう僕、熟成前の刺身の味も食べて覚えてますんで、熟成した後と熟成する前どう違うのか、それをね、検証していけたらなと思います。で、どうやって熟成させるかと言いますと、こちら冷蔵庫で置いておくだけ。正確に言うと、冷蔵庫でひたすら冷風を当て続ける、そういう熟成方法になります。もう特にね、これといってやることはありません。まあ水が出てきたら水を拭いたりトレイを変えたりするっていうぐらいですね。じゃ、なのでまずはこちら、お盆にこのレッドキーパーですね、よく水気を吸い取ってくれるシートですね。で、ここの上にマグロをドンと乗っけます。こんな感じですね。もう最高ですね、ぴったり。そしたらこれをここに、よし、マグロを入れていきます。で、こっからこう風が来て、で、マグロにこう当たっていくと。で、温度も1度に設定してあるんで、熱で腐ることもありませんと。雑菌も繁殖しにくいですよ、ということになります。まあ、1ヶ月経つと見た目がかなりグロテスクなことになると思います。ただ、そのグロテスクになるのは表面だけです。中を開けたら、まだこの真っ赤なピンク色の綺麗な身、このままだと思いますんでね。よし、とりあえずまあもう待つしかないんでね。もう待つのが仕事。で、1日1回こうやってね、角度を変えたりだとかして、全体的に冷風が当たるようにしていきたいと思います。よし、そしたら1ヶ月後に移動。どうなるか。現在2月の3日ですね。あれから1ヶ月ほど経過しました。こんな感じになってます。すごいですよ、ほら、もう真っ黒。何これ、あんなに真っ赤だったマグロがこんな、もうまるでね、クジラのお肉みたいな、そんな色になりましたね。ここが大トロの部分ですね。脂もちょっと黄ばんでますね。少し身も割れてますね。ただこれ表面が黒いだけですね。お、硬っ、カチカチ。中はうっすら赤いと思いますんでね。じゃあこれ今から柵取りしていきましょうか。さて、これが1ヶ月熟成させた本マグロです。この年始に買ったやつですね。ほぼこれが1ヶ月経過したマグロ、真っ黒ですね。で、10日間経過したマグロがこちらなんですよ。まだね、10日間の段階だと赤身も残ってて、若干表面が乾燥してるかなっていうぐらいでしたね。さあ、どうなんでしょうね、1ヶ月熟成、めちゃくちゃ楽しみですね。ちなみに結構匂いはします。特にこの皮目、ここがね、ちょっと匂いますね。なので、とりあえず柵取りをしていくわけですが、どうやって取ろうな。まずここ取りますか。ここビッと取って、で、こういう風に取っていきましょう。よし、じゃあまずここ取っていきますね。かった、うわ、なんかね、生ハムを切ってるみたい。とってもマグロ切ってる感じじゃねえな。さあ、中身はどんな色してるんでしょう。1ヶ月熟成のマグロ、中身はこちらです。せーの、よっ、おお、すげえ、ワインレッドみたいな色ですね。どうだ、匂いは。あ、美味しそうな匂いする。臭くない。そしたらこの段階になったら、ここ落とします。こう落として、こう、あ、全然なんかいい感じですよ。ちゃんとグラデーションになってていいね。中トロの部分ちょっと太めに落としますか。こう落として、こうですね、よっと。めちゃうまそう。もっとクタクタになるかなと思ったら、ほら、わかります？このしっかりしてる感じ。やっぱ冷蔵庫でずーっとこう風を当て続けてたんで、身自体はしっかりまだ生きてますね。それに買ったマグロも鮮度がいいマグロ買ったんで、かなり育ってるんでしょうね。で、お寿司屋さんとかはこうやって1日使う分、こうやって取ってって、あとはこれ冷蔵庫でまたしまって、使うたびにこうやって柵取りしていくみたいですね。で、中トロ取れましたんで、次大トロいきますか、ここ。ここ気になりますよね。どうなんだろう。よっ、うわ、すげえ、これ、見てください。これ皮目はちゃんと真っ白で、断面こんな感じ、めちゃくちゃうまそう。大トロの方は色がまたいいですね。
ちょっとこれはしまっときますか。そんなにおろしても食べれないんでね。しまうときはラップしましょうか。こういう風に。うわ、これでもうまそうだな。はい、でざっくりこんな感じにブロック分けてきました。これ大トロ、中トロ、ほんでこの真っ黒のところ、ここが赤身です。じゃあ赤身を柵取りしましょうか。ほんでマグロの皮がここベターっとついてたとこなんで、これ必ず洗います。皮目はほんと汚いんで。そしたらちょっと分かりにくいんですけど、血合いがここまだちょっと残ってるんですよ。なので血合いをまず外します。ここですね。カッタ、こういう感じで血合いを落とす。はい、血合いが落ちました。そしたらどうやっておろそうな。こうだな。まずはこういきますか。おー、いい感じ。そしたらもう一発ここで取って、こうで、ここら辺まで、まあいいか。そしたら、まあ、こう、いっちゃうか、このまま。このままこういきましょう。はい、こんな感じでおろせました。もうマグロじゃないみたいですね。でもね、柵取りして思うのは、これ食えるんかって感じではないですね。なんかむしろ味が凝縮されててうまそうと。いう感じ。だって臭くねえもん、そもそも。皮目がちょっと匂ったぐらいで、もう身の方は全く臭くないですね。そしたら次はこの黒ずんでるとこ、表面のとこですね。ここを削ります。トリミングですね。やっていきます。どのぐらいまで、キワキワじゃなくてこのぐらい落とした方がいいんだろうな。こんなもん。で、こっちもこんなもん。ちょっとね、このトリミングがもったいないですね。熟成マグロは。まあでもこれやんないと食べられないんで。はい、綺麗ですね。これ1ヶ月経過してるマグロですよ。わかんないですよね。ものすごく色がいい。うわぁ、でももったいないな、ここの部分。なんかここ使えないのかな。で、ここは表面がこうなってるんで、こっち側もこうやって落としていくと。こんだけ出ちゃいましたね。これもったいないな。これやだな、ちょっと。次、赤身ですね。どうなんだろう、ちょっと落としすぎなのかな。でもね、ここら辺ぐらいまで落とさないとちょっと硬いんですよね。はい、赤身こんなに端くれが出ました。これちょっと後で煮てみるか。もっとこれ乾燥させてマグロジャーキーみたいな感じにしても美味しいかも。次、大トロですね。大トロもここら辺で落としますか。で、この白いところ、ここね、油なんですけど、ちょっと硬いんですよね、生で食べると。こう白いところがびっちりついてた方が、大トロって感じでうまそうなんですけど、口当たりがとても悪いので、ここはもったいないんですけど、取っちゃいます。これ取った方が絶対美味しいです。ちっちゃくなったな、大トロも。こう落として、こう落として、できるだけキワキワを。そして、白いところを取ると。そう、大トロってね、あのブロックでこんだけしかないんですよ。だから希少なんですよね。僕ね、昔は大トロ大好きだったんですけど、もうやっぱ30超えてくると重い。本当に中トロですらちょっと重いなと感じることあります。うわ、もうここもう先っぽの方はもうこれこんだけもう油なんで、こんだけしかない。先っぽの方は砂ずりって言って、ここ食べる人おるんですけどね、切り込み入れてこれカリカリっとしてね、美味しいんですけど、油がすごいです。はい、こんな感じに柵取りできました。大トロ、中トロ、赤身ですね。そしたら今日はこちらの熟成マグロを使って熟成マグロの握りと鉄火作っていきたいと思います。今日はお寿司ですね。ではやっていきます。そしたら握り用に切っていきましょう。まずは中トロからいきましょうか。中トロか、うまそうだな。まずここ1個捨て柵を取って、ほんでここら辺からいきますか。こういう感じでいって、でちょっと立てて、こんな感じ、こう入れてギリギリで立てますか。ちょっと角が今立ちすぎたかな。あ、こんな感じ、これベストですね。こう入れて立てて角を立てると。はい、こんな感じ。4貫いきますか。うまそう。でここに置きますと。次、赤いきましょう。赤はね、ちょっと幅が小さいんですよ。なんでお寿司はちょっと小さめのお寿司になりますね。このぐらい、さっきと一緒ですね。こう入れて立てて、こう入れて立てて、でちょっと切れ込み入れましょうか。こんな感じで
お次、大トロ行きましょう。大トロはどういうコーナー、こういきますか。ここでやっぱ一回捨て柵を取ります。よっ、難しいな大トロ。このね、筋が大きいので大トロむずいですね。こんな感じでいきますか。大トロは2貫に行きます。こんな感じ。はい、このようにネタが切れました。赤身、中トロ、大トロですね。そしたら鉄火巻き、鉄火巻きはやっぱ赤身がいいですよね。赤身をこのぐらいに切ってお刺身状にまず切っていきます。そしたらこのぐらいにするか。細く細く切っていきます。半分ぐらいね。ちょっとこのままだと太いんで半分に切りました。よし、これが細巻きの具材ですね。赤身でいきます。中トロもたくさんあるんで中トロ細巻きも作りますか。中トロはここで落として、で半分、これで完璧ですね。ちょっと太めに落として半分と。はい、こんな感じ。そしたら酢飯を作っていきましょう。そしたらちょっと固めに炊いたお米、これを1合にしときましょう。今日はあと寿司酢を作っていきましょう。今日は赤の気分、赤酢でいきましょう。赤酢をまあ大体15ぐらいですね。赤酢を15で、ちょこっと米酢も入れます。チロリ、赤と白のブレンドでいきます。でお塩を少しで、お砂糖も少しで、混ぜ混ぜ。そしたらご飯にかけます。さっとで染み込ませます。はい、出来上がり。そしたらお次はわさびですね。わさびをすりおろしていきましょう。今日は生わさびです。で、すだちも切っときましょう。そしたら氷水にお酢を入れて手酢を作ります。で、手はよくきれいに洗ってちょっと冷やしときました。なんか冷やした方がね、シャリがくっつきにくい気がします。そしたら手酢をつけて、そうだな、シャリコまでいきたいですね。このぐらいでいきましょう。で、ここである程度丸を作って、まずは中トロからいきます。こっちが表になってほしいからこうかな。で、わさびをつけてシャリ玉を置く。で、ここでちょっと形を整えて反転させて脇を整えて1、反転させて脇整えて1。よし、 OK。 中トロちょっと大きいな。もうちょっと中トロちっちゃくてもよかったかも。ネタがね、大きい。あー、でもうまそうですよ。はい、中トロが握れました。そしたら赤身いきましょうか。赤身も一緒ですね。お、赤身握りやす。うまそう。まあ、赤身は2貫にしましょう。次、大トロ。大トロは気持ちわさび多めで。はい、こんな感じ。そしたら細巻きを作りましょう。海苔、どのぐらいだろう、このぐらいかな。で、巻き巣はこっちが裏、こっちが表ですね。で、表の方に海苔、海苔もこのツルツルしてる方が表で、ザラザラしてる方が裏ですね。で、ザラザラしてる方に酢飯を乗っけていくと。で、薄く乗っけていくのがポイント。細巻きもむずいんだよな。ほんで上の方はちょこっとだけ開けておきます。
ここがのり代ですね。ピタッとくっつけるためにね、のり代で揚げておきます。薄く薄くお米を張っていくと。なんでね、こう手にお米がくっつくんですかね。ほんとお寿司屋さんの職人さんとか見るとお米がくっついてないんですよ、手に。なんで僕ら素人はこれくっつくんですかね。何かがやっぱあるんでしょうね。あんまり手酢をつけすぎても米がべちゃべちゃになっちゃうんですよね。そしたら赤身、こういう感じで置いていきましょうか。できるだけぎっしり冷たいよな。中トロも置いちゃおう。いけるかな。赤身と中トロダブルでいきます。でちょっとだけこう芽ネギも入れたい。贅沢な感じにしたいですね。よし、これでいきましょう。よし、巻けるかな。ではいきます。こう巻くときにここを押さえつつ、こう巻き込んで、ここに合体グッとして整える。四角にね、四角に整える。どうだ、できたか。お、いいじゃないですか。お、いい。ちょっとはみ出ちゃったけど、まあ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 、いいでしょう、いいでしょう、いいでしょう。ああ、いい、上等上等で、これでちょっと出たとこは切りますか。半分にまず落として、でさらに揃えて半分こ、こんな感じ。ちょっと大きいで、もう半分に切りますか。うん、いい感じ、いい感じ。そしたらここに置いて、はい、これで熟成マグロの握りの完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらが熟成マグロのお寿司。もうこれ熟成マグロに見えないですよね。本当に綺麗な身してます。そしたらお醤油をこうハケで塗るタイプでいきましょう。こういう感じでシュッ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 と、お赤身のこの格子状によく染み込みますね。さあ、どんな味なんでしょう。すごく楽しみですね。じゃあまずは中トロからいきます。中トロいただきます。おお、あら、これすごいかも。あのですね、これ油がめちゃくちゃあっさりになってる。なんだろう、熟成させたことによってこう表面の油が外に出るんですかね。なんだろう、なんかあっさりだぞ。こんな中トロってあっさり食べれたっけ。ちょっと大トロいきます。そのノリでこれ食べればようわかる。いただきます。うん、うまっ。大トロがめっちゃうまい。え、全然くどくないんだけど。かといって油が抜け切ってるわけじゃないんですよ。なんだろう、油の甘みがとても強くなった気がしますね。でマグロ本来の香りも強くなってる気がする。大トロでこんなマグロの香りを感じることってあんまないんですよね。まあ、もちろんマグロが天然のね、一番マグロなんで、すごく物がいいっていうのはあるんですけど、生で食べた時より香りがいいな。ちょっと赤身いきますか。いただきます。あー、なるほど、うまいな。赤身もね、なんか甘みが強くなってる気がしますね。ほんで後から来るこの鼻に抜けるマグロの香りがすげえや。うん、まっ。全体的にね、マイルドになってるって感じですね。マイルドで甘さが引き渡ってるっていう、そういう印象。次、鉄火いきます。この贅沢な鉄火ですよ。この中トロと赤身入って、でちょこっと芽ネギも入ってね、うまそう。いただきます。これうまっ。これやばい、めちゃくちゃうまい。鉄火めちゃくちゃうまい。うんまっ、うんまっ。ちょっと巻き方は微妙だったけど、素材が良すぎる。うまい、止まんねえ。香りなんですけど、中トロを最初に口の中に入れた時に少しね、なんかマグロの熟成させたなっていう、なんかいつもない香りがスンと抜けましたね。で一瞬なんですよ、スンと抜けて、で後からはこうマグロのすごくいい香りが鼻を抜けましたね。でもうちょっとやっぱトリミングした方が良かったんかな。ちょっとキワキワを攻めすぎたかな。いや、でもうまいな。なるほど、こんな感じなんだ。はい、ということで今日はこちらの熟成マグロのお寿司ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん、銀色のやつ、こちらでやっていきたいと思います。たまにはこういうアングルでどうでしょう。さーっと、はい。わあ、これだと割合がよくわかるな。7対3ですね。いただきます。最
こ、おいしいってことです。うまいってことはおいしいってことです。マグロとビールって合うんですよ。そうそう、いや大トロがうまい。こんな大トロがうまいと思ったことないな。最高。それでゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は天然の本マグロを買って1ヶ月間熟成させて熟成マグロのお寿司作ってみましたけども、めちゃくちゃうまかったですね。あれはね、こだわりの一品って感じですね。確かに甘み香りは強くなりました。ただね、どうしても気になるのが、あのトリミングした時に出る残骸、あそこがマジでもったいなさすぎる。まああれをね、うまいこと活用すればいいんですけど、僕はちょっとあれはね、もったいないなって感じちゃいましたね。どうしても確かに甘みと香りは増すんですけど、熟成するメリット、あれはね、あの脂っこさがなくなる。脂の部位がとっても美味しくなりました。中トロと、大トロですね。めちゃくちゃ美味しくなりましたね。赤身は一緒って感じ。こう脂が抜けるのもあると思うんですけど、脂自体が熟成されて多分甘みが強くなってるんでしょうね。すごい美味しかった。なんで熟成マグロ、俺今度やるときはあのブロックでボーンとやるんじゃなしに、大トロだったら大トロの部分、そこだけを熟成させる、そういう使い方だったらありかなと思いましたね。赤身を熟成させる必要はないなと思いました。あれからちょっと刺身でもパクパク食べたんですけど、まあ、好みの問題ですね。とっても面白かったですね。ただ家でやることじゃねえ、あれは店屋さんがやる仕事ですね。はい、というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。